ああ、あの人か。マホホンね、あの、ストーカーされてたって人ね。ストーカーだっけなんだっけあの、家近くまで来たみたいな。この人かわいいよね。なんか、乃木坂ですって言われても、うーってなるよね。あの人。乃木坂っぽくないぱっと見。名古屋の、そうそうそう。いや、じゃあ新潟だ名古屋じゃない、新潟の。 あの人なんだっけあの、なんか、ハレンチ、ハレンチ、ハレンチなんだっけハレンチなんとかみたいな。<laughs> 明らかにやってる、やってるし、時に、ハレンチ、ハレンチとか言って、なんだっけま、ああ、これ同じ人なのあれこう、え、同一人物なのこれ。あはははは。あ、そうなのあ、そうなんだ。 大変だね、いろいろ。へぇ、えー。はい、お集まりいただきありがとうございます。9番さんから転校お願いします。転校の最中にミルク確認をお願いします。9番さんどうぞ。はい、9番です。8番さんどうぞ。カレンチマホホンの,方法、はい、のお願いします。はい、7番です。よろしくお願いいたします。6番さんどうぞ。6番です。 えーと5番、真剣出会い目的です。はい、サードです。イ番さん、イヌチャさん、どうぞ。はい、えー、魅力、ちょっと低いですが、大丈夫です。はい、ルームマスト、お願いします。はい、運転中の方いらっしゃいませんかね、大丈夫ですかね。先日、死亡事故があったらしいので、運転中はね、普通に道路交通法違反なんで、やめてくださいね。脇見運転なんでね。 アレンジマッホンだったかそう人狼殺中にそうどなんか同村した人がいたらしいんですけどそうそうそう、まあ、目の前でって言っていいのかわかんないけど目の前であのご高齢者さんをそう引いたらしいんですよねそう人狼じゃなくて別の者を殺しちゃったんですかねねえ笑えないですけどね ランダムシロランダムシローの部屋です、えー、人気曲、えー、初日チャットを使っているのは仮度仕様のみです占い師連動者の方はチャット使用はご遠慮ください雑談交察のチャットは禁止荒らしめた声はその順の配線処理2日目以降はチャットは5人お使いください それから、占い師、霊能者の潜伏は嵐と同義なので配送、はい、処理といたします。もしえ、占い師、霊能者の潜伏が分かった場合はすぐに教えてください。占い師、霊能者の方は必ず初週の、え初日の初週に出てください。何か質問ありますか なければ10秒後に始めます。もしある場合は、えーまあ、チャットでも何でもいいので教えてください。ハレンチマホホンだったか。そう。忙しいね。セックスしたり、ストーカーされたり。ええー ガースバーチャルやるときは、人類ときはずっとバーチャル戦でなさめ、そうだのに。人類はいいかな。私またまタした下手ってだけだもん。あれマホホンは本人これ <笑><笑>マホホンじゃんアレンジだな白だしは全部食うらない GO! カレンチ魔法にししようだしですっていかます村人陣営でー、まあ1番手ということでね、まあ、どういう番名になるのかわからないですけれども まあ、オーソドックスに行くなら、まあ、占い師2人の、霊能2人の盤面になることが多いと思うんですけど、まあね、うん、なんだろう、まあ、脳死してね、霊能ロラとか関、まあ、基本完成するのが楽なんですけど、霊能者さんのね、話を聞いてね、その人がどんだけね、グレー考察とかね、占い師に対する考察とかね、村目を勝ち取れるかで、ね、 つらなくていいと思ったらローラーストップしても僕はいいと思っているので、霊能者さんね、うん、何人出てくるかわからないですけど、まあ、2人の場合はちゃんとねなんその考察聞いて、シーンがあるなようならばレローラーストップしてもいいと僕は考えております。一番さん、どうぞ。一番のプレイヤーは発言してください。 はい。占い師です。6番さん、ハレンチマホーンさんに白いものが出てます。よろしくお願いします。6番、白、ハレンチマホーン、白です。ということで、えー、9番さん、えー、まあその通りだと思いますね。しっかり、霊能の精査はすべき。真偽はつかないかもしれないが、精査をする姿勢は見せるべきだと思いますね。どして霊能するのであれば、えー、精査はしなくていいと思っております。 霊能者の方は、えー、必ず初心に出てください。配送になりますんでね。よろしくお願いします。また盤面確定してから言おうかなと思います。えー、それからまあ、カレイドの話ししておきましょうか。カレイドは、えー、まあ、自信、よほど自信があれば潜伏してもいいですが、基本は占い位置を狭みたいので、えー、占い師視点も出てほしいです。以上です。ハレンチ魔法の白です。よろしくお願いします。2>, 2番。 のプレイヤーは発言してください,、はい、1番さん了解しました。霊能者です。はい。もうこれ1周目なんで出ろってことですよね。はい。霊能者です。うーん。はい、わかりました。村3人。はい。村人さんに了解です。うーん。ちょっとこの急に村っていうのは初めてで。霊能 シャワー死んだ人を占うということで、はい、了解です。ちょっとまあ、了解です。はい <laughs> めっちゃ緊張してんなまだ、うん、1番しか役職のついてる人が、はいまあ、僕、入れず1番んしか出てないので、うんまだ考えはないです。はい、すみません。まあ、2周目からしっかり頑張るので、3番の方、お願いします。3番。 のプレイヤーは発言してくい、サードです。おはようございます。村人はじです。はい、キューバーさんから始まったね、このぐらいね、うん。キューバーさん、あの、霊能のね、あの、精査していきたい。うん。村内も精査していきたい。いで、ちょっと決め打ってもいいかなぐらいの発言があったんでね。うん。その点ね、ちょっと村っぽいかなと思った。うん。人狼だったら決め打ってもいいかなっていう発言はね、あんまり出ないのかなって思ってるからね。人外ならね。うん。うん ちょっと村っぽいかなっていう印象印象ね、うん、白黒はつけれないけど印象はいいで1番さん占ないし6番に白ねアーク、うんすごい進行論ありがたいすごくわかりやすい、うん、よっぽどのね彼もそう思う俺もすごくそう思ってる、うん、だからすごい新面あるのかなと思ってるその位置ですねで2番3せ、えーの、うん、ここはねまだわからない太鼓があるかもしれないし、うん、ないかもしれないし以上 4番のプレイヤーは発言してください。はい、しようないです。えー、そうですね。まあ、占い霊のを把握しました。3番さんがね、9番さんが霊のを決め打ちたいって言ったら白いって言ってたんで、僕も言います。僕は例の視野を決め打ちたいと思います。<laughs> これで3番さんからの視点は僕白くなったのかなって思いますね。<laughs> えっと、まあ、6番さん、白か、まあ何、何の番目になるか分かんないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、僕は霊のを決め打ちゃあんま好きじゃないですね。 はいめちゃくちゃ、ね、新霊能が心配発言するとは限らないんでね、偽がめちゃくちゃ心配発言してて、それで最後、PP になって負けるぐらいのローラーした方が僕はいいと思ってるんで、矛盾してますね。はい、まあ 2, 2になって霊能し、例の釣りがしっていう進行を取られるのであれば、僕は例のローラーを押しますねって感じかな。まあ、1番さん、まあ、2番さんに、1、に関してはまだ対抗をね、出てない1、1なんで今、まだ分かりませんけど、とりあえず2周目頑張ります。以上。5番。 のプレイヤーは発言してください。あはい、え五、ー、番真剣出会い目的です。えっ、ー、とー。なんか一周目で出ろって言われたんで、あの、僕霊能者なんですけど霊能者でいいんでしたっけど。よいしょ。あ、間違えた。これか。あ、霊能者でいい。あの、霊能者ですね。はい。なんであのー、二番さん、そうですね。あのー、まあ、人狼か強人なんですけれども。 あのー、そうですね。ま、あ、急に村あんまりやったことないってことで、ま、あ、人狼よりは強靭なのかな。ま、あ、つられてもなんとかなるしね。で、あのー、1周目で出ないと配損レベルで、配損レベルぐらいこの役職って重要なんですかね。なんか、変な役職聞いちゃったなああ、頑張らないと。6番のプレイヤーは発言してください。<laughs> 私村人陣営でございましたそうですねまあ占い師がね一番さんだけって今あんとこそうなんですけど78で占い師出てもね僕はね一番さんをねんでね決め打ちたいなって思ってますその理由はですね結構僕を僕初日から占い白出しされることとか占われる可能性っての全然少なくてちょっとその反面なんか占われて嬉しいなって感じで。 なんで番さんんが占いでてて僕は信じれませ、えー、25の、えー、と霊能のストップとかなんか決め打ちとかなんかそのストップするみたいな話なんですけど僕はその,なあの状況に空気を読んで合わせたいと思います僕はどちらでもいいなって私は思っているんですはいえっ、ー、と人狼の7番さんどうぞ7番のプレイヤーは発言してください,ださいはい7番ですよろしくお願いいたします そうですね、えっと、直前の6番さんの発言が気になりました。占われて嬉しい。うん、俺はあんまりそう思わないかなっていう感じかな、えっと自分が占われた場合っていうのは自分目線の、えっと、片白とかっていう情報が全く落ちないんだよね。例えば今、自分目線だと6番さんが白なんだっていう情報が落ちるけど、自分が占われた場合って何の情報も落ちないんだよね。だから、うーん占われて嬉しいというのはちょっとなんか違和感を感じたかなっていう感じですかね。えー、そうですね、えっと。 自分の後の番が8番さんだけなのでこのまま2,2になるのか2,1になるのかっていう感じですかね。うん、2,1人権の場合占い…ああ、そのこの場合ちげえか。そうですね、もう盤面次第って感じかな。あと気になったのは3番さんかな。3番さんで気になったのは9番さんが決め打つっていうのが狼だったら言えないっていう風に言ったんです言ったんですけどそうかなっていう感じですかね。別に誰でも言えるっていう感じかな。決め打つ要素があったら決め打つっていただけなんでまあ、別に誰でも言えると思ってますってぐらいですかね。以上。8番。 のプレイヤーは発言してくださいはい8番ですえっ、ー、と忘れの前に言っとくと7番さんが最白だと思ってますまず6番さんへの殴りもすごく僕と同じだと思ってます占われて嬉しいっていうのもちょっとおかしいし占い師決め打ちの理由も薄いと思いましたなんですけど私占い師 C はありませんので1番さんが占い確定からの6番さんマックス強になったんでもう6番さん叩きは意味ないということになりました で、えー、と最初の7番さんの理由、もう一つあって、えっちゃわ、それはないんだ、もうないんだ。<laughs> で9番さんはあの、例の決め打つとも言ってないし、うん、決め打てる盤面になったら打とうねって言ってるだけだから、本当にどっちでも言えると思ってます。うん、そこで精査っていうのはできないですね。9番さんは本当にわからないといった印象。最初の7番でグレーはちょっとわからないんですけど、うら 9番のプレイえーと、平和村ですね。6番さん、狩人度、把握しました。お4番さんも狩人面白いですね。うん、珍しい盤面ですね。1、2、2っていうのは。まあ、1番三振、占い師確定なので、6番さんはマックス強人ですね。ここね、あの、人狼が狩人出ちゃうと、あ、人狼じゃない、強人が狩人出ちゃうと、 グレーが狭まってっていう話なので、まあ、4、6多分、進路だと思うんですよね。<laughs> ごめんなさいあ。進路だとも4番3ん狼確定なのか。まあいいや。どうしましょうかね。まあ、下流道から行くじゃなくて、霊能から行くのか、このままグレーを詰めるのかですよね。まあ、霊能なら、まあ、断然、 わかんないですけど、まあ、印象だけで言うなら三番さんの、あ、2番さんの方がいいですよね。うん。まあ話2周目聞かないといけないんですけど、で、8番さんは7番さん最白って言ったんですけど、僕7番さんそんな白いとは思わなかったですね。うん。まあ、6番さんを殴ってる理由もなんかしっくりは来なかったです。これって、例論はすればいいですよねで。で、あと3番さんに対する殴りも、 なんかすごいヘイトを結構巻き散らかしてのす、ね、ロス声でいいよね。そこを最終で見た八番さんもちょっとグレーの中だと怪しめですね。うん。八番さんがね、占いで出たらなんか七八狼なのかなとかあって、普通に思っちゃうぐらい七番さんって怪しかったと思います。まあ、2週目で、ね、話を聞いて、例、ま、の、あ、から行くなら、まあ、話を聞いてですね。グレーで行くなら僕は七番さんですかね。以上です。1番。 のプレイヤーは発言してくださいはい今日は霊能ローラーをします霊能ローラーをした上で6番さんあか6番さんが、えー、今日は私を守ってください明日は4番さんが私を守ってくださいっていう感じで交互で守ってくださいそうすることによって私が噛まれたタイミングでどちらかの偽が分かります今日は6番さんが私を守ってください4番さんは明日は私を守ってくださいという形にしていこうと思います えー、今日釣るのは、えー、そうだなーうーんなんかね強人が出遅れた感じがあるんだよなー <laughs> 狼目が高いと思ったの二2番三だなーで単純に二戦目が高いと思ったのは5番さんなんかすげえ縁起臭いなと思ったうん、変な役職引いたんで頑張らないと思って言ってたんでね 止め、うん、ますね。えー、っと、占いを決めるつということはしないので、えー、例のについての審議はいりません、えー。4番さん、6番さんに対しての審議もいりません。これ以降は喋らないでください。すべて、えー、3、7、8、9の話をしてください。7番さんに関しては、 えっと、6番さんが気になると言っていましたが、私が芯確定した上で6番さんのことは何だと思いますかそこを教えてください。8番さんに関しては、自分のターンになった瞬間に私の芯が確定したにも関わらず7番さんのことを印象いいと言った、7番さんは6番さんに、えー、6番さん白確定な状況で6番さんに突っかかっていた、そこの印象がいいと言った理由を改めて聞かせてください。ところかなぁ。 あと、えー、じゃあ3番さんは、えー、9番さんのことを村っぽいと言ってましたが、改めてどう思ったのか教えてください。もう1回言います。2、4、5、6の話は一切いりません。レールはどちらからでも構いません。狼が高い方から釣りましょう。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、えー。一応言っとくと、僕は4強人、5人、狼で見ています。はい。まあ、いらないということなので、はい。で そう,そう見てるんで、この相方と見ていくとわからないです、私は。はい、どうせわかんねえからうん。ただ、ただどうなんでしょうね。まあ、9、9別にそこまではい。まあまあ、2周目しゃべってくれたんでいいんですけど、黒く見えなかったですね。うんって感じですかね。1番さんはどう投票するってことですか。まあ2号、二五歩。 2号は占ってくれるんですもん、ね、うんそこを知りたかった時もわからないので、まあ、その他の村の人たちに教えてもらうので3番のプレイヤーは発言してくださいまず9か2周目一瞬ねあの64の精査について進路言いかけたんだけど、うん、ちゃんと気づいてたしやっぱり二、ね、周目と。 2周目比べても俺は白く感じてるけどね、うん、あそこの発言でそのまま考察伸ばしてたらちょっと怪しく思えたけど、自分の間違いにもちゃんと気づいてたし、で、8番がね、7番を、うん、すっごい白目に見てんだけどさ、うん、俺も正直7は白っぽく見えたけど、8の位置ってなんかね、臭いなよね、あの発言的に。うん9 7をし 疑ってるけど俺は七は白く感じるで今日は八からいきたいもう少し発言伸びてもいいんじゃないかなと思ムラリがあんまりないかなと思ってる残しててもね八番以上四番のプレイヤーは発言して,発言してくださいいや今日は占い師さんが霊能行くって言ってるんだから従ってくださいよなんでその霊能,すら霊能釣りから逃れないんですか三番さんは一瞬目僕<あ>皮肉のように9番さんが霊能に手を 決め打ちたいって言ったからそれに対して白いって言った3番さんに皮肉るように僕は言ったんですけどそれでも気づいてないようなんですね3番さんは1番さん言いたいんですけど絶対人狼ってここ1番さん連ガ見してきますよ僕,僕1番さん守らないとあの一あの今日噛まれますけどいいんですかっていう思いますけどね2番さんの視点おかしくてあの僕を強人でウうんだったらなんで僕は霊能に出ずになおかつ5番さんがあのいち盤面で自分から霊能釣り霊能 CO に持っていったなんて話なんですよ 2番さんの視点なら、あるとすれば僕が人狼、5番さんが教授になるはずなんですよ。僕、今日5番さん人狼で追ってるのがまずおかしいんですよ、2番さんっていうのは。って思いましたけどね、僕は。えこれ人狼、絶対1番さの連愛をしてくるんですけどい、いいんですか、本当に僕は1番さん守らなくてって思いましたけど、ね、1番さんに。噛まれた日から、えいや、別に明日僕のシーンが分かっても、何も村にとって情報落ちないと思うんですけど、いいんですかって言いたいですけどね、僕は1番さんに。いい場所ショだね。うん どうすればいいんですかこれは。僕はどこも余ればいいんですかねって思いましたけどね。うん。グレーもな。いや、俺は、霊能に一郎出てるって見えてるんであの、グレートのラインとかさっき探してたんですけど、全く見なくなったんですよね。いや、二の視点も分かんないんだよな。なんでこう、なんで対抗人狼で追うのかな。 五問演技くさかったけど、さっきの発言2かなうん、俺今日5人狼で追うのはおかしいでしょって思いましたね。今日はに僕絶対一番さん守りますからね。五番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、真剣出会い目的です。あー、一周回ったけど、女性いなかったんですね <laughs> えっと、1番さんになんか246には触れちゃいけないって言われたんで、えっ、ー、とまあ、3789にしか触れられないんですけど、まあ、印象に残ったのはやっぱりその8番さんのその7番さんがなんかすごい最初みたいな、しかもう一番最初に言いましたよね。うん、なんか、すごいなって思った。それがまあ、色かどうかうっていう話じゃないんですけど、まあ、2が人外1匹でまあ、 4六二陣が1匹え、まあ3七八九にもう1匹って感じですかねえ今日は僕が5番さん釣れる場面なんですかん 6番のプレイヤーは発言してください私、ムラスラでございます。なんか、チャット CO は狩りだけって言ってたから、ちょっと使用しようかなと思ったんですけど、4番さん、狩りな確定です。すみません、あの、アーマーパージをしようかなと思ったんですよ。はい。で、ちょっと気になったのが3番さんなんですけど、1番さんのお話を聞いてらっしゃったのかわからないですが、8番さんに行くっていう発言を残していたんですね。それっていうのは、1番さんの占い値になってしまうんですよ。 悪くないけん悪くないかなって私は踏んでみているんです悪。悪くないけど、2番さんの精査っていうとね、はとなんかね、46の狩人の精査を考えて,ていて、ね、ちょっと村官庁じゃないですけど、ちょっと困っちゃうな、コマッチングマちコみたいな感じだったと思うんです。僕は今日5番さんにたいなと思ってますね。2>, 2番さんにはちょっと、あの、なんかその、霊能者っぽい、なんかその思考なのかなと思いましたけどね。はい。まあでも、なんかストップするのか、 決め,打つの決め打つ話とかしてたんですけど、どうなんですかね。これはもうローラー完遂になっちゃうんですかね。まあ僕、空気読んで、まあその場その場でやるんですけど、3番さん、強人っぽいなと思いましたね。僕も7番さん、別に白くはないなと思いましたけどね。うん。まあ1番さんが白,いあの白を見つけてくれることを祈りますけどね。うん。オオカミなんて見つけちゃったらね、どういうこっちゃってなりますから、1番さん、ちゃんとしてくださいね。まあ僕を占ったのは、 まあよかったね。うれしかったわ。おう、人狼の7番さん、どうぞ。アレンジ魔法だな。6番さんに軽く怒っとくと、今このタイミングでムラサラされると、9番から5番までの発言が全部無駄になると思ってるんだけど。うん、しっかりその辺考えて、対抗対抗が出て、あ、4番さん進化でなってなったら、そこでもうすぐ引かなきゃダメで。あの番目。え引けないからね。これ、あルール上。<laughs> 村の進行とかごっちゃごちゃになるからね。 あサンバさんは狂人に見えてるかな同じく、えー。22番目において進路進路がつけていた場合、ってサンバさんはグレーティング押すからね。狂人視点。っていうところだから1番さんはサンバさんだけは占,いなう占わないでほしいと思っている。サンバさんだけは占わないでほしいと思っているかな ?1 番さんに言っておくと。というふうに思ってます。シャねーな、これも、<laughs> レイローラ進行ということで、レイローラ行くしかないよね。あんまりここから。 変えられないから、本当だったら12番面だったらグレー詰めたいんだけど、ここから今更ね <laughs>、グレーのセサう,うって言われてもっていう感じだから、今日もばらけるだろうし、いいけどね、別にバラケッも。2番さん5番さんに関しては、あんまりどちらもチめ感じないです、どちらでもいいかなっていう感じ。うん、ま、シーてィうなら2番さんかな、2番さんが4番さん協力してんっていうのが,よくのが、別に悪くないですよ、6番さんは。タイミングはおかしかったけど。普通に共鳴 で、6番さんだと思うんだけど、2番さん視点から。えー、っと、仮に心境で置いた場合に6番さんが強人っぽく感じるけどね占、占われてくれてありがとうという発言とか、めちゃくちゃ強っぽく感じるけど、2番さん視点からすると。っていうところかな。だから2番さんからいきます。ああ、そっか、これ盤面変わったから、8番さんの白要素っていうふうに言おうとしたんだけど、人番えっと、ああ、そうだな。白要素、あ、まあ。とりあえず2番さんからいきます。以上です。 三番さん狂人に感じているので、占いないでください。以上8番のプレイヤーは発言してください。うんまあ、3番さん狂人にかんあの考えているのは一緒なんですけど、9番さんの精査がちょっと欲しかったなというのが、7番さんの素直な印象です。で1番さんに聞かれたので、もう一度説明すると、1番さんシングル内、確定する前までの視点が、えー、僕は7番さんと同じだったから白いと言いました。で次、3番さんに攻撃します。 えと自分は7白く見えたけど言ってましたよね、3番さんは。僕も7白いってよ見えたんですよ。目線同じなのに8を釣り押すんですかしかもグレー詰めの場面じゃないと思うんですよね。でしかも僕、占い師 C をしなかったと思うんですそれも村要素で拾ってほしかったなと思います。3番さんはかなり強靭ん目高いと思っています。 うんとグレーグレーじゃないわえっ、ー、と例のどっちかわからないです9番さんに関してはちょっとふわふわしてたかなと思ってます僕もそうなんですけどうん帰ると進路だと思ってったり思わなかったりっていうのがちょっとタイミングはこのタイミングかなあの遺言語のタイミングかな投票を始めてくださいあ <laughs> りえん ほらじゃないべ。二番のプレイヤーが選ばれました。二番のプレイヤーは発言してください。はいまあ。 二個でいいですよね。はい。うん、まあ、部下は死んだところで、村、そこまで痛くないと思うんで。はい、結構てて。このタイミングで。彼言うのは。このまま行ってもらえればいいと思います。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。おら、おら。見る相手を選んでください。 黒がすごいしっくりきたけどな7二黒かなと思ったんだけどなあ白か黒1分かんないなってなると8かな 朝が来ました。七は占い時だとでしょう。四番。五番。のプレイヤーは発言してください。あ、えー、真剣で、目的です。えっ、ー、と、二番さん、人狼陣営って書いてありましたんで。 とりあえず、あの、人狼一匹釣れてるってことで、で、6七四郎で、そうすると、うん、まあ、3八九の中に、ね、あの、相方いると思いますね。うーん、僕が落とせる情報はこんな感じですかね。もう、どうせね、僕、次釣られるんで、あのー、もういいっすよ。はい。桜、綺麗だな。いいな。とりあえず、あの、2番さん、人狼ってことでね。はーい。6番のプレイヤーは、 発言してくださいなるほど。じゃあ今日は8番さん行くか。おめえのこと信じてみるようじゃああー。7番さんしろっか。くそー。いや今日5行くんか。5行くんか。いやでも8行きてえな。8行きてえな。まあこれは、まあ PP ないんで。 4番さん、強人だったんでね。5番さん、んですよ、これ。ありがとうございます、5番さん。あなたの結果は間違ってない。今日は8番さんに行こうか。でも、ちょっとさあの、これ5番さんに行く流れなんですかね。ちょっと分からない。僕はちょっと8番行きたいな、みたいな。どこありますけど、だめですかね。3番さんでもいいですけどね。3番さんも結構怪しかったな。あー、ちょっと、あの、あえ、あれです あー、回したかったんじゃないまた。のプレイヤーは発言して。ください。<laughs> さいはい、今日五番さんいきます。えっと、五番さん視点ってさ、二番黒が出ているんだったら。八九三詰めれば勝てない。っていうふうに思うんだけど。うん。っていうところがすごい気になる。あんまり全然真の視点じゃなかったと思ったかな。とりあえずに黒出して仕事を強靭のようにも見えたかな。だから今日五番さんから釣ります。うん。 まあ8番さんも自分で言ってたけど八8番さんの白要素としては、まあ使用しなかったところというのは白要素の一つかなというふうに思うかな。<laughs> まあ5番さん、釣りましょう。あと1番さんの僕占い僕投票の理由が本当によくわからない。そんな黒く見えました。という感じです。まあいいです。はい、5番さん釣ります。8番のプレイヤーは発言してください。 はい、8番です。いや、僕、これ、霊能ローラストップでいいと思います。理由を説明します。まず、これ、平和村になってますよね。人外同士の連携取れてなかったってことですよね。あの普通はなんか霊能強人、神居だと思うんですけど、今回は進路でなんか人外同士の連携がうまくいかなかったんじゃないのかなと僕は考えたので、えっ、ー、と、グレーいきたいです。 まあこれがね黒要素になって釣られるかもしれないですけど僕はグレーいきます7番さんは白いと思っているので昨日から言っている通り39どっちかいきんですけどまあその3番さんは昨日の貯金があって黒いですねあの私への謎を釣りをしうん目線一緒なんですよね3番さんは僕となのに釣りをすしうんってところでちょっと3番さん怪しいと思ってるんで3番さん行ってチェックメイトで終わります終わります9番 のプレイ今日は5番さんですね、はいうん。8番さんって位置的に白いって言われてますけど、これ相方がね、2か5か、なんか、あの例ので出てる場合って占いで出にくいと思うんですよ。うん、で、昨日8番さん、3番さんのこと狂強人で見ているって言ってませんでしたね。強、うん、人を探してる感じもしてるしかつ、昨日僕のことをふわふわしてると。 言っていたんで、うん、うん、三強陣で見て、人狼って僕になるんじゃないですかね。八番さん目線は。そうだね。うん、正直、二五どっちか、どっちか、なんだろう。わからないですね。本当にフラットでした。なんで今日五番さん行きたいです。で、五番さんが二に黒出してますけど、五番さん自身が黒だった場合でも、それって言えると思うんですよね。はい。現状、八番さん一番怪しんでおります。一番。 のプレイヤーは発言してください9番さんいいですね8番さんはまず、えー、7番さんのことを白だと思いますという出現をしたところ、えー、それから昨日に関しては7番さんは9の精査もしてほしかった3は強じめ高いで9はふわふわっていう感じで全て攻撃してるんですよね3379全て攻撃してる今日に限っては、えー、3でチェックメイトと3のことをじめになったら9番さんオオカミでしょって感じ 7番さんに関しては、狂人がまだ生きている可能性もあります。えー、っと、釣り切れば終わるということはありませんので、そこだけご注意ください。狼を最速で釣ってください。今日は5を釣りますが、明日、狼を釣らなければ負けますので、しっかりお願いします。といったところから、7人に狼だと思ったんですけど、違いましたね。<laughs> まあ、言っ今日は5を釣ります。<laughs> これかなで強靭がどこかっていうのはそんな考えなくていいかなと思いますオオカミは素直に優先順位につけていってください3番 のプレイヤーは発っきり言って、もうローラー、例のローラーの流れになってるから、どっちが新名とかもいい話かもしれないけど、俺は5は人外だと思ってる、うん、投票からもね。うん、で、もう、その他の人外ね。8番、俺にヘイト向けんのはいいけどさ、強人目で追ってたんでしょ、うん。追っててなんでチェックメーターなの、うん、?91 あたりも言ってたけどさ。うん よくその考えがわからないヘイト向けられてヘイト向け返した人外にしか見えへんしうんそうねうん、まあ、この5ローラー関数したら次は8を行きたい間違いなくうんうんユーは村っぽいよねうん投票を始めてください残したくか本当に私を選ぶのですか、はい、考え直した方がよろしいのでは 5番のプレイヤーが選ばれました。3投票568。5番のプレイヤーは発言してください。おお、何気欲しかったな。あと1票じゃん。まあそうだね。人狼もう一人はやっぱり相方がその霊能偽霊狼で偽霊能で出てるってのが分かってるから。 まあ、初日に私に入れた三加球かなまあ、ちょっと安直すぎるかなこの考えもうわかんないよ三加球にもう一陣狼まあ標準はもうこの際するしていいでしょう二陣狼釣れれば勝てるゲームなんでしょうこれよくわかんないけどまあ次1番さん絶対噛まれるでしょあとはもうんだよね夜が来ました目を閉じてください シュワ、メオアケテクダサイ。ウラナシュワ、ミルアなュヨーナテナええサイのウエー <laughs> マジか。<laughs> これ、負けっくせえ。 いやー両方村かー7八黒だと思いましたね完全ミスりしてましたね フォローバックするんでねぜひツイッターフォローお願いします。昨夜死んだのはワ1番3番のプレイヤーはアツゲンシティクダサイ8人ロジックで考えると俺投票見てからに、うん、6がね人外だと思うんだよね。うん 強靭か。うん。でも、8つったらもうチェックメイトだよ。返してあげるよ、8番。うん。俺について言ってたけど。うん。初日から考えても9番。うん。白いと思うけどな、俺は。8の動きが怪しすぎるし。俺に対しても、と、し。うん。 ま、俺もまんまヘイト返し,してるけどなうん、8だと思うけどな6番のプレイヤーは発言してくださいでー、9かなー、脱<ー>すると2-5が神境だったらっていう話もないのかなるほどな さんまさんこれは怪しいわ僕は7番さんに入れたいけどなけど本戦は8番だけどもえっとねみんながね8番さん怪しいって言ってるんだよねってことはね2号はやっぱり進路なんじゃないかなって思うんですよねうん だってね25が新境だったらバラバラになるのかなって思ったりするんですけど皆さんが8結構怪しんでるんで、まあ、僕も8行きたいっていうことは言ってるんですけどだからねこれ分かりましたよこれ僕は分かりましたまあ言えるとこはもう決まってるんですけどねうんまあ皆さん人狼さんは ブルブル震えながら待っててくださいよ7番のプレイヤーは発言してください,ださいえっと自分は二郎生存してると思っているえっと例の抜きは心境で考えているからでこが狂人かなと思っている <laughs> 2番さん5番さんともに発言の感じからオカミで例の仕様をしてるとは思えないどちらもなんか <laughs> あ,あの感じで本当に神ンとる気あんのって感じがするから絶対心境だと思っているかな だから二、ね、郎生存していると思っていて、三八がバチバチに切れていることから、今日九番釣れば明日は来ると思っているかな。っていう精査なんだけど、三八狼ってめちゃくちゃ見づらいと思う、個人的に。あ<ー>、うん、あ、ね。だから九から行きたい。かな。能の内訳心境で考えて、それに関しても両 <laughs> 方の生存意欲のなさといい、あの発言量で本当に慎る気あるのかっていう感じかな。 だから2番さんが真、5番さんが狂人だと思っている。ことからグレーに二色いると思っている。で、3、8が切れていることから、えー、3、9、8、9両方あると思っているから、9から詰めたいかなと思っている。そしたら明日は来ると思っている。かな。うん、よかった7番さん、8番さん。い3も8も、ん八8番さん、3番さんもちょっとよくわからないし、8番さんも何で昨日ローラストップして、0ロー,ー,ー,ーラストップしてグレーに行こうとしたのかもよくわからない。い っていう感じがあるから9から行きたいです以上八番のプレイヤーは発言してくださいうんと僕は霊能進路で見てます七番さんは心境で見てるみたいですけどあの霊能心境で見てるなら僕のこと白くなりませんか僕は霊能ストップでグレー行こうとしたんですよねあの僕これ人狼なら結構ハイリスクじゃないまあ三八で切れてるからまあ意味ないのかもしれませんけれども えとまあ、例の心境で考えるのは白くなってほしいなというのが、まあ、僕の直の意見なんですけど、7番さんも隠し白なので触れれません。もう僕は相変わらず3番さん黒でチェックメイトだと思ってます。3番さんはもうあの初日か、強、ま、靭、あ、と迷ったんですけど、ね、6番さんが強靭ムーブなのかなと思っているので、えー、と3番さんが自動的に黒ということになります。 まあ普通に俺は、まあ、僕に対しての黒塗りも雑かったですし、うん、初日からグレー詰めとかよく分からんこと言ってたんで3番さんに投票します2んです9番のプレイヤーは発言してくださいはいもうなんか今日の発言で、ね、7番さんがすごい強人っぽいなって感じましたねうん占いどう見ても進路だと思うんですよ、うん で3番さんがもしオオカミだとするならば相方が3日後になるんですけどなんだ位置的に2がオオカミの時以外はムラいで出ると思うんですよねで僕は2と5なら5の方が怪しいと思っていたのでっていう意味でおそらくもう8番さんオオカミで7番さんが狂人で5も狼。オオカミ だから昨日八番さんはグレーに従ってたんだと僕は考えましたけどねうん。なんだろう二郎は残っていないと思います二郎で絶対釣れているので今日は八番さん行ってください投票を始めてください 3番のプレイヤーは発言して,言してください、うん、6強人で8ローだと思うんだけどな俺も、うん、そう見ると25の僕は言ったよね25どう見るのってどう見るかも言わないのって、うん、俺新ローで見てるよ、うん、だから6強人8ローで うん、8つってチェックメイトって言った。うん。もうわ、東京からもそうでしょう。もう、9は白いな。うん。もうこのこの盤面来たらもう8つったら終わると思うで。うん。8でチェックメイト。8番のプレイヤーは発言してください。うーん。まあこれ。 僕、釣られちゃうかもしれないですねうん。本当申し訳ないです。ちょっと、まあ、村の相違に従って、例のローラーストップと言わなきゃよかったかなと思ってます。ちょっと反省しました。うんまあ、とりあえず、このまま同数でいっても負けかなと思います。ど絶対、狂人に来てると思うんですよ。6と7、どっちが ?7 番さん、今日も結構あるかなと思ってますね。6番さん、どうなんでしょう ?3 番さんに入れてるので、村なのかもしれません。狂人に来てたら PP になっちゃいます。僕、釣られちゃうと。でも、3番さんに入れてください。 投票を始めてください。つらいそうだな、ハチなるほどな。 夜が来ました目を閉じてください 全員狼かみ使用しにかなー。放棄は絶対勝てるからですよ。朝が来ました。そうそう。どっちがご主人かわかんなかったから放棄して今日かませれば四人になって PP できるから。八番。予報お使用し,してくんねーかなー。ああでもこれだったら確実に勝てるか。副投票で。九番。 のプレイヤーは発言してください。はい、えっ、ー、と、強靭使用します。こ三番さんですよね。<laughs> 三番さん人道で間違いないですよね。自分強靭です。強靭使用してもな。えっと、投票先合わせたいので、あの投票先教えてください。うん。狼使用しないとな。えっと、自分が強靭です。あ、六人入れたらいいって話。どこだろう。 3番のプレイヤーは発言して,てくださいロート強人終わったら PP で終わらないの、うん、俺、紙一間違っちゃったかなめっちゃ沼ってごめんなさい。なんかうん、急に村ね、あんまやんないから、うん。6でいいんじゃないですか ?7、9、どっちが強か分かんないから。 六、うん、も挙人しようしろ。僕でいいと思うんだけど。六番。六も挙人しよしろ。のプレイヤーは発言してください。さいえっと僕に入れちゃうとえー、っと三六の同票になっちゃってあなたが負けるんで今日は九番さんに言ってもらいたいかな。三番さんわかりますか。<laughs> 今日九番さんに言ってもらいたいな。 わかりますか同意表になっちゃうんですよ。3番さんが僕に入れてね、どっかゃちゃなんちゃらになっちゃうんで。わかりますかね <laughs> 言ってること。何言ってるしようだな、か。9番さんの共鳴はないでしょう。<laughs> 僕の方が強人でしたよ。いや、本当はすいません。本当に、あの、助けようと思助け舟を出させて、憧れちゃったんで、んみんな強鳴しようだ。これ面白いな。3番さん、ナイスです。 みんな共事しようだ。なで <laughs> すげえ、<の>なんだこれ。投票放棄してるんだよ。しっかり考えてね。6投票ね。まあでも7。投票放棄の理由考えたらわかるよねいでも、はい。負けていいんだったら、 他の人に投票してください勝ちたかったら絶対6位入れろ <laughs> 以上投票を始めてさい誰が本物の狂人なのかいやあなの投票奉機は強すぎるふふふふ狼2 3番のプレイヤーが選ばれましたお おム終了。なんで ?3 は9に入れたんだ <laughs> ええー、すげえナイスすぎるな六6級ナイスすぎるわ。<laughs> 連携取れたのがすごいな両方とも言わないと意味ないんですけどね。 すげえ。え <laughs> えー。まあ、9の正解は狼仕様なんですけどね。あ、いや、でもそれでも6残ってるかダメか。いや、これ最人手なのか、これ。6が残ってる時点で、6が強人使用した方がいいか。あ、だから最人手なのか、この方が。すげえー。 よく、よく、6、級両方とも言ったな、教授仕様。えぇー、面白いなへえぇー。神会ですね、これね。よかったなまあ狼がパニックになったってことは、やっぱ、教授仕様が効いたってことですもんね。清水さん。 一万ピリカ。ありがとうございます。神会。ありがとうございます神会ですね、まさに。6の、そう、ずっと強靭ムーブしてたのが、刺さっていましたね。これね。わ <laughs> かんなくなっちゃったんだろうなえー、面白い。グッドゲーム。こんな試合あるんですね。なんか、初めて見た展開だな 逆 PP というか、なんというか。すごーい。ナイスですね。